Never thought I'd be so far from home. ミルク、なんだこれ。まあみんな大好き芋だよ、芋です。今日焼き芋にするよ。焼き芋やるよまだ食べれないけどね今はい、匂い嗅いで、匂い嗅いで。ジュースが感じるけどね。包みます。濡らします。はい、後でまたちょっと移動だな。あんま火に近く焦げちゃうからね。炭って本当は入れる。閉めます。はい、です。あと40分かかるから待ってて。40分後ちょびっとで食べ過ぎないようにね、一瞬だね。返してみるよ。うん、気をつけてね。よいしょ。ちょっと近づけてみるか。うん、よし、うん、これでもうちょっと。そうだよ、芋を取り出すんだよ。焦げてんならいいけどさ、火が通ってないって嫌だよね。そんな感じ。あ、でもすごい匂いはするけど。本当？どうだろう。どうかな。いい感じになってるかな。あ、でもこれはだからいい感じじゃないかな。この感じはいいかも。失敗するとこれ真っ黒になる、うん、炭になる。ちょうどいいぐらいじゃないかな。ちょっと待って、でもちょっと待って、いくよ。うん、ジェスもそわそわしてるよ。あ、いい感じ。あ、熱い、はい、熱い。ちょっと待っててね。いや、ちょっと食べてみて。え？まず味見。うん。どう？甘い？うん。うん。で、甘い。デスク冷ましたらあげるからね。で、甘いって。
です。よだれすごいよ、よだれ。はいはい。まだあげるから。食べる？です。はいはいはい。はい。おかわり。はい。食いつきが半端ない。いつもの器になっています。はい。宇宙の。